京弁鉄道の停車場の近くに猫の第六事務所がありました。入れ。僕はヒョウガネズミを食いにベーリング地方へ行きたいのだが、どこらが一番いいんだろう。四番初期のカマネコはもう大原母のドバスキーとゲンゾスキーのところに短い手を一本ずつ入れて待っていました。ドバスキー州長特防あり、頑固経験たるも物を言うこと少しく遅し、ゲンゾスキー財産家、物を言うこと少しく遅けれども頑固経験たり。ほう、そこで事務長も贅沢猫も大変感服したらしいのでした。他の3人の初期は怖い目をしてカマネコを見ていました。こんな具合ですからカマネコは実に辛いのでした。あー困ったな、何か食べたいな。食べたいもんだな。その時ふと後ろを見ますと、立派な一軒の西洋造りの家がありました。なんか書いてある。どなたもどうかお入りください。どうもそうらしい。決してご遠慮はありませんというのはその意味だ。にわかにパッと明るくなり、日光の金は夢のように水の中に降ってきました。グラムボンは笑ったよ。笑った。波はいよいよ青白い炎をゆらゆらと上げました。それはまた金剛石の粉を生えているようでした。